すら身にまとってゆこう。君をただ君たらしめるための傷だろう。破れた世界を脱いだぜ。反旗を翻しに行こう。この夜をただ泳ぎ切るためのこと。リビングデッドスイマー。クラちゃん44クロスブレイブファイト22東京第1団大会にあの男が帰ってきた。初代グラジャンフライ級王者鈴木隼人。2018年11月17日のワンチャンピオンシップ以来1年3ヶ月ぶりに MMA 復帰。鈴木は国内で16勝負けなし。2017年からはワンに参戦しデビュー戦で一本勝ち。グラジャン初代フライ級チャンピオンブレイブ隼人です。その後連勝を飾りタイトルマッチ目前の状況までたどり着くも、王座戦前の MRI 検査の結果頭部の嚢胞が確認されタイトルマッチが取り消しになった。その後ワンと惜別し強い気持ちでフルスにて復帰することとなった。対するは第2代グラジエーターフライ級王者カマークノー。国際武道大柔道部出身。グラジエーターなどで活躍後ゼストパンクラスの参戦。強豪選手たちと真っ向勝負で戦い続けてきた。ビッグネームの鈴木を相手にどんな戦いを見せてくれるのか。さらにディープ93インパクトにて強豪キ・ボンビンを必殺 KO で下した岸本敦史の参戦が決定。グラチャンライト級タイトルマッチ経験者の上田豊と対戦。またグラチャンチャレンジから本戦に上がってきた傭兵宮内匠、田上雄介、秀吉、フライ級若手の四つ巴戦も開幕。他にもブレイブファイターとグラチャンレギュラー選手の組み合わせや未来を背負う若手ファイターたちの試合などがラインナップ。グラチャン44クロスブレイブファイト22チケット絶賛発売中。